斜め路上でトラックを止めようとしてユニック車との間に挟まれた。 災害発生状況ダンプトラックによる災害事例です。被災者は4トントラックを誘導するため自分が運転していた2トントラックを斜め路上にサイドブレーキをかけて駐車した。 被災者が誘導を終えて駐車中のトラックに戻る途中で2トントラックが斜め路上を動き出したこのことに気づいた4トントラックの運転手は危険を知らせるためにクラクションを鳴らした被災者は2トントラックの前方に入って止めようとしたが2トントラックは止まらず 4トントラックとの間に体を挟まれた被災者は4トントラックを誘導するため自分が運転していた2トントラックを斜め路上にサイドブレーキをかけて駐車した被災者が誘導を終えて駐車中のトラックに戻る途中で2トントラックが斜め路上を動き出した。 このことに気づいた4トントラックの運転手は危険を知らせるためにクラクションを鳴らした被災者は2トントラックの前方に入って止めようとしたが2トントラックは止まらず4トントラックとの間に体を挟まれた災害が発生した原因丸一 斜め路上に歯止めをせずに駐車し、運転席を離れた。丸に、トラックを止めようとして被災者が危険場所に立ち入った。災害を防止するための対策。丸一、駐車中の車両付近で作業をせざるを得ない場合には、エンジンを停止させ、エンジンキーを抜き、 歯止めを設置するなど駐車時の措置を指差し故障で確認する。丸に重機を止めるため危険箇所に立ち入ることのないよう作業員を教育する。作業責任者は誘導員を指名し、作業員からヒヤリハットを聞き取り、危険予知活動に活用する。